皆さんは火の玉の話は聞きませんか？私は聞いてしまいました。一つ目は結構遠目にある人の家の周りを飛ぶのを見たというものです。結構大勢の人が見ていたのですが、その10日後その家のおばあさんが亡くなったそうです。二つ目は運転している車と並行して飛ぶ火の玉を見たというものです。友達の夫婦が車に同乗しており、二人で目撃したそうですので見間違いではなさそうです。オレンジと紫が混じり合ったような何とも言えない色だったそうです。三つ目は葬式の会場の上をぐるぐる回る火の玉。何でも若干障害を持たれているご家族をかばいながら働いておられた奥さんが癌で亡くなられた時のことだそうです。その会場をぐるぐると名残惜しそうに回った火の玉は、その場にいた友達の霊感の強いお母さんによって大丈夫だから安心してくださいと説得された後上空に消えていったそうです。なんともまあ不思議な現象ですよね。